5月25日のケリヒメスイーツやっていきましょう。532レベルなので5月32日まで大丈夫ですね。一体何のことやらと。昨日はね、普通にうっかり忘れました。夜寝ちゃったってのもあるけども、普通にうっかり忘れたね。でもまあやってることは大体一緒なんですけども、ただ最近増えたものとしては、このスペシュールのボスでこのババ・バロンのテクニカルが追加されましたと。ちょっと前だけどもやってなかったので入っていきましょう。でここら辺の武器とかをね、メンバーラッシュやら曜日限定の覚醒色のところ入って、この武器経験値かける4をつけて回りまくって、ここまでレベルを上げていたと。さてここのテクニカルどんな感じかを入っていきましょう。テクニカルになっただけなので新しいステージダウンロードは特になくと。でね、今日はね、蹴り紐をやらなくちゃいけないんですけども、ちょっとロードタイム中に別のやろうかな。おオバロン、とりあえずオバロンに入りましょう。ここは王冠がね全部大きくなってます。今キャンペーン中なんで、初回チャレンジなんでしっかりと王冠も取っていくと。アドル2、まあとはいえ特筆すべきことはないかな。このレベルだったら特に考えずにクリアできると思うんで、ちょっとすいません、あの今コーラブもイベント中なんで、こっちもやっていいですかね。大阪城どんどんね降りていかなくちゃいけないんで、あしまった、危ないな、中傷のやつらばっかりがいるな。何ちょっと、あごめん、今バロンが出てきた。ボスが出てきたな、ちょっとやってこなくちゃいかない、いけないな。あとさらに今ね、佐川急便が来そうで来ないというね微妙な状態なんで、そんな時に撮ってるんでね、今片耳ヘッドホンを外して全神経を集中させつつ、三面展開だな、蹴り姫トーラブ佐川急便。佐川急便がな、8時9時の便がないからね、ヤマトは8時9時の便があっていいんだけど、ちょっとここら辺やりつつ7時9時の便しかないからさ、みんなを支えればいいんだ。うん、ちょっと待ってね。はいはい、じゃあこっちのバロンっぽいものをやりつつと。今日何のゲームの実況だこれ。チャリンチャリン。だからね、もうマウスポインターも荒ぶってますよ。普段はねこうやって隠してますけど。でどうだ、脱ぎも誰にしとこうかな、浦島あたりにしてね、内刀と脇差しで二刀海岸も狙いつつと。お、鶴のスロットが一個空いてる、なんかつけとこう。で大阪城に行きますと。40回まで降りなくちゃいけないんだけど、まだ36回と。ということで1500万コインで、瀬川急便はまだ来ない。商売は情報。なんか新感覚だな。お、ということでテクニカルになって新しく増えたアイテムをゲットと。まあこのまま調子でランク5までやってもいいんですけど、とりあえず俺は今日ちょっとトーラブを急いでやんないとな。昨日からイベント始まったんですけども、昨日中にあげたかったんですけどね、ちょっとさすがに一晩じゃ終わらなかったと。よし頑張れ。なんて和やかなトーラブなんだ。ポピンってなるもんな。そして博多くんの闘争がもうこんなになってる。もうさすがに入れてるのがきつくなってきたかな。でもレベル高いし、うん、なんとか持つでしょう。ダメージを与えてくるのって槍ぐらいだからな。和やかだ。ちょっと BGM 変えてあげよう。久しぶりにねこのスロットでも入って、うん、ちょっと小判もいっぱい手に入るイベントだからね。よし、なんか楽しくなってきたねバトルが。こういう脳死プレイをやってるときはたまに BGM を変えてあげるといいね。うん、ということで皆さんこんにちは、蹴り姫スイーツの実況プレイ動画だよ。やべえな、もう博多くんの闘争剥げちった。岩通しより大立ちの方が良さそうだな。いつもはね大阪城って
岩投手、はあ、うっそーん。なかなか敵強くなってんな。もう40回、36から39までは博多くん外しとこうかな。どうせ道中手に入る小判はたかが知れてるし、一応そっちも 1.5 倍になるとはいえね。で、機関大破なのでもう帰る羽目になりましたと。あー大変だ、とりあえずもう手伝い札で博多くんはすぐによいしょ、手伝い札1390にありすぎということで、蹴り姫となってる。79万か、まだ交換できないですね。できるものもあるけども、ほんとこっちとかさ、もうみんなやってないでしょ。忘れてる、放置してる時とかにやりゃいいのに、それすらも忘れてる。忘れ去られたイベント、なんとかリゾートをやりつつ、今日はこの辺りで終わりにしましょう。それでは明日あたり、明日なんかあるかな、どうだろう、わかんないけどね。動画のご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。スマートフォンからの方はページにある登録ボタンを押してください。 PC からの方はこちらのリンクからどうぞ。動画を気に入ってくれたら高評価ボタンやコメントもよろしくお願いします。他の動画でもぜひよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。